の舞台は？これっていつの話だっけ。私たちがイタリアに留学して少し経った頃ですよ。そうだったそうだった。なんだっけ。シーガイアです。そうそれ。セントチェリーヌ学院とセントベルナルディ学院の合同試験があったんですよね。うん、リリカちゃんやエリス先輩ともまだ出会ったばかりだったよね。はい、あの時はいろいろありましたね。フルミさんとリリカさんが。あーっと、そこまで。そうですね、ハリコさん。 OVA 怪盗天使ツインエンジェルキュンキュンときめきパラダイス2014年秋発売予定。